こんにちは。ではまさん、本日発売機種、まあ先にね、ディスクグラインダー紹介してますけど、本日はパワーカッターのまあね、これ鑑識専用ですよね。鑑識切断専用ね、囚人機接続 OK っていうタイプの、まああの品番で言うと CE002E2G っていうのがね、本日発売になってます。まあ、あの、鑑識なんですね。で、前回の001の方は、鑑識し、ね、筆式ですか、これね、の、まあ、切断対応になってますね。で、まあ、これね、まあ、鑑識切断専用で、囚人機が、まあ、接続できるっていうタイプなんで、まあ、ほこりが出ると大変だという、まあ、住宅地とかね、家の中とかでの、リフォームとかでの切断にはちょうどいいかなっていうタイプですよね。で、まあ、これね、僕もね、このパワーカッターっていうのは、すごく、一回は使ってみたいなっていうマキタの工具なんですよ。で、80ボルトシリーズの、まあ、草刈り機とかはね、使ったことあるんですけど、80ボルトのパワーカッターのパワーってどんなぐらいあんのやろっていうね、毎回思うんですよね。こういった、まあ、機種っていうのはなかなかね、試し切りできるような機会があんまりなくって、で、僕の周りでも持ってる人はほとんどいないんですよね。なので、まあ、いつかは使ってみたいなっていう機種の一つです。まあ、それの、まあ、鑑識切断専用っていうタイプがね、本日発売になったところですね。これね、まあ、8アンペアを2本刺して、ね、のコンクリート、厚み5センチ、5センチの厚みのコンクリートの切断が、バッテリー2本ですよ。8アンペアのバッテリー2本刺して、何メーターいくかっていうと、今回のやつで 8.1 メーターなんですよ。なので、まあ、そうですね、4メーターの、とこ行って帰ってこれるっていうぐらいですよね。8メーターってことは。なかなかね、思った以上にそんなに切れてないですよね。長い距離が切れないってことです。ね。で、001G の方だったら 8.7 メーターなんですよ。まあ、この60センチの差は何って感じですけどね。まあ、バッテリーの、状況にもよるかなっていうぐらいで。変わってくるかなと思いますけど、まあ今回はまあ Bluetooth そうね、で、まあ連動して囚人機もつなげることができるんで、まあリフォームとかにはちょうどいいかなっていう機種にはなるでしょうけど、なかなかね、このタイプ、高いですからね。8アンペア2本と本体価格定価が、19万600円ね。001の方は、18万900円だから、その差が1600円ですか。まあ1600円の差ですから、まあ、これ難しいよなぁ。まあ両方ともいけた方がいいに決まってんだけど、でも囚人機使える方がリフォーム向きっていうのもあるよね。これ面白そうなんだけど、これね、このパワーカッター、な、ここにちょっとギアとかつけてさ、これでちょっとなんかゴーカートとか作ったらとんでもなく走りそうな気がするけどね。まあ、そういった改造すれば、多分海外にいそうなんだけど、なかなかそれはね、まだ出てきてないよね。なるほど。切断スピードも 25% アップとかね、あるけど、まあ、これ、25% ってわかんのかな？で、実際にこれを2機種並べて使うような時ないと思う。ないと思う。マキタの本社しかないと思う。これ2機種持ってる人でいるのかな。まあいつも思うんですね。これ最大切り込み幅が127あるんで、80ボルトシリーズになると、ね、120とか130切断可能の丸ノコが作れるとは思うんだよね。こういったパワーがあるんだから。なので、パワータイプの 80V シリーズで、やっぱ、丸ノコの大きい、大丸のね、丸ノコ出してくれたらなーってね、やっぱ思っちゃいますよね。だから、別に、そんなに8メーターも、丸ノコで引くときないじゃないですか。パワーカッターじゃなしにね、コンクリートじゃなしにね、要は木ですからね。木を切るんだから、別に多分 80V のパワーあったら十分だし、4アンペアのこのね、負荷対応の4アンペアの F のを2本差しぐらいとか別に1本差しでいいんで、このね、
切断能力が120が4、今4寸切れる。丸のことかはね。まあ、このシリーズでもいいんでね、出してくれたらなと思うんですけどね。まあ、120のサメ肌とかで、ね、とんでもなく値段高いと思うよね。はい。まあ、ということで、今回ですけどね、まあ、リニューアルじゃなくて、まあ、新しく、鑑識対応ってやつね、鑑識切断専用っていう機種として、002CG002G っていうのがね、今回ね、新発売になってますんで、まあ、気になる方は、ってかね、まあ、僕も気になるけど、買おうとは思わないけどね。コンクリートそんな切らないからみたいな感じなんで。はい。まあ、ということでね、本日発売になってます。ということで、じゃあまた。